それでは、ようになりました、なくなりましたについて勉強します。まず、可能動詞が前に来ることが多いです。能力、状態の変化を表します。また、生活、環境の変化も表します。そして、習慣、意識の変化も表すことができます。 では、こちらから例文を見ましょう。箸が使えるようになりました。私は今まで箸が使えません。練習しました。箸が使えます。この変化がようになりました。というもので表されています。この場合は、能力の変化を表します。 また、肉が食べられなくなりました。のように、歯がなくなりました。食べられなくなりました。という場合は、能力や状態の変化というものを表します。他にも、外が見えるようになりました。のように、状態が変わりました。 という変化を表します。太って服が着られなくなりました。この場合も能力や状態の変化というものを表しています。そして次に、世界中で寿司を食べるようになりました。このような例文の時は、生活が変わった。 という変化を表しています。他にも小鳥の声を聞かなくなりました。生活や環境が変わったというものです。そして毎日運動するようになりましたは習慣の変化を表します。ジュースを飲まなくなりましたもう 同じように、習慣の変化、や、または、ジュースは体に悪いです。ジュースを飲みません。私はジュースを飲まなくなりました。のような時には、意識の変化、という意味もあります。それではこちらから一緒に読んで、発音の練習をしましょう。

を食べるようで寿司を食べるようになりました小鳥の声を聞かなくなりました小鳥の声を聞かなくなりました。 う日運動するようになりましたジュースを飲まなくなりましたジュースを飲まなくなりました。 それでは皆さんできましたか